ラジオ沖縄ポッドキャスティング赤瓦長瓶のゴブリーサビラ、放送636回目の今日は3月の1日、うちなく海旧暦では人和地の7日大の日やいびんや。さっき言うの忘れたんだけど、久々にさ、何ですかあのバスさね、はい、移動してる中でよ、はい、ちょうど9時頃移動中だとさ、バスの中で生で聞いてたっていう ね、ちょびさんこっちいるけど喋ってるさみたいなものがあったりしたんだけどね初めて以前は面白かったよ、はい、あれなんで流れてるのみたいな、収録とご存じない方もですよっていう、ね、なんか生だとずっと思ってる方がいらっしゃってね、それはそれでありがたいですけどね、うん、そう生っぽく昔またやってたもんだからよ。あらそうですか、カジャソスターとかさカジャソ最近ちょっとそういう体力になってるからね少し生っぽくいきましょうね。楽しいのは変わらずお聞きください。はい、はい、それではですね、ちょっとあの池江島に行ったんだけどもね、そうでしたね、与党のうちの、はい、池江島のね集落の中をずっと抜けていって、はい、海の方に向かいますと面白いのがあるんですよ。海に向かって右側にね2つの岩があるわけ。セメントで固定されてるんだけどもね、固定もされてるんですか、細長い岩があるわけさ、はい、でこれが大きい方が薄め、小さい方が半めで、薄め半め岩というわけ、うんうん、おじいさんおばあさん岩っていう意味ですよ、はい、それでね実は旧暦の2月もうそろそろなんだけども、はい、この岩の間にね縄を張りましてね、はい、そこに牛の骨を下げて村に災いが来ないようにという行事が行われるわけ、はい、これね島草らし、それあるいはカンカーとか言ったりする行事が行われていたんですね。ほうほうほう、こんだけではなくてね、はい、あの牛を潰すわけ、うんね、そしてその血が出るでしょ、出ますね、その血をねあのガジュマルの枝であったり、それからススキの枝であったりにね、はい、つけて、はい、それをあのも家にちょこちょこっとつけてね、はい、でさらに門とかに刺すというのが島草らしの行事です、はい、でこれ昔はね各地にあったみたいでね、で、あの南部あたりでやっぱ牛を殺しましてね、うん、ウガンジュにまず、ね、あの肉を下げます。ウガンジュの次に、はい、ウタキね、ウタキの次に一番古い上ニーヤーって言うんだけれども、はい、そこに下げます。で残ったものをみんなで分けて食べるわけですよね、はい、まあ、それだけではなくてちょっと繰り返しになるんだけれどもね、うんうん、まずあの縄をなります、はい、ね、どんな風にやるかと、はい、縄って普通右回りで編んでいくものなんだけどね、そうでしたか、はい、逆に左回りでね、はい、なおひざいなというのがあるわけ、はい、こうひざいなをまず作っ て集落の入り口のね、はい、高いところ、できるだけ高いところに張るわけ、はい、縄を、はい、そしてそこに潰した牛の骨を下げる、ね、はい、これ言うなれば結界だね、結界ですね、結界みたいなものでね、はい、でそれをやってさっき言ったように、はい、その潰した血でね、うんうん、家に少しつけてみたりとか、はい、これを木につけてね、はい、柴刺しみたいにこう家に置くというのが、これが、島草らしという行事なんだそうです、うんうん、昔はねかつては、はい、行われてたけど、はい、今やらなくなった理由が2つあるわけさ。なぜでしょうか。1つはね、はい、集落の入り口に縄張るでしょ、はい、ということは車が通れなくなってしまうわけさねいや道路に張るんですね。1つはこうもそれが困るなっていうことと、はい、もう一つほら結局牛とかの肉でしょ、うん、はい、ついてるでしょ、はい、欧米とかが来たりするから不衛生じゃないかというようなこともあってね、はい、うたきにうさぎて、うん、まあ、各家に肉を配る程度で現在は済ましているようです。ありがたいもんだよな。でこれね、昔はこういった、まあ、今のホルマはもう一番分かりやすいというとコロナさ、はい、コロナウイルスみたいに目に見えないものがね、うん、悪さをする、つまり疫病のこと、これ悪疫と言ってた、はい、悪疫、これはね風致とか嫌な火事とか言ってたわけ、そうでした、ね、風に乗ってやってくるんだね、はい、教えていただきました、うん、なのでね、はい、これを返す、でつまり風致芸師という行事の一環がこの、ね、島草らしになっているんですね、はい、ちょうど今時期だからよ、旧暦の2月、旧暦のね、はい、雪日を選んでやるはずだから、はい、もう今年はね目いっぱいやった方がいいんじゃないかなと、ね、ちょっと思いましてね、健康でそれで皆さんに会えて紹介をいたしました、うん、元気もらいましたね、はい、さて皆さんね、また続々長瓶ツアー入ってるんですけれども ね、 本当ですね、去年ね実はあの大道ドリンコさんがね、はい、日本の祭りっていうことで取り上げていただいたんだけれども、うん、変座のサンゴ茶がまたあるんですね、サンゴ茶ですね、うん、はい、それでね今度はね活連王国の映画と変座サンゴ茶ということでね、活連城市を行って、はい、活連城 の、 あの素晴らしさを見て、それから500年以上の歴史のある湧き水とか、はい、そういったものを見て、500さんって言ってね、造船を昔の造船技術を伝える方がいらっしゃるんだけれども、はい、その方の愉快なお話、
そしていよいよ変座のサンゴちゃ ん, サンゴちゃん去年作りたてほやほやのね、はい、大きなみこしを担ぐ体験ができるという、ね、できる楽しい行事ですのでね、はい、興味のある方はぜひご参加くださいね。ぜひぜひ日程が3月の27日金曜日、金曜日ですね、平日になっているんだけれども、はい、大変貴重なものなんでね、はい、よろしければご参加くださいね。で昼食はレストラン平安の海鮮丼ランチなんだけどもねその日だけのスペシャルメニューをちょこっと準備しておりますのでね、ご期待くださいね。050-5533-2525 050-5533-2525 沖縄ツーリストまでお電話くださるか各地の支店にお越しくださいね。支店でもいいですね、はい、マッチョイビンドマッチョイビンドさい。それでは次のコーナーです。沖縄のなんだ、先ほどねシマクサらしいの話をしたんだけどね、しましたね。これはどうしてその牛を潰したりするかっていう話なんだけれどもね、はい、古代中国でこの季節の変わり目の時にね、はい、やっぱその生贄という形で牛とか家畜を殺してね神様に捧げるっていう儀式があったみたい、はい、それが変化して風習これになったんじゃないかと考えられます、はい、こういう考えっていうのは学問上のお話さ ね, ですね。昔はねなんでこれするのって言ったらね、はい、みんな民話で話をしていたわけね。なんでしょう。そこで、はい、今日はね島草らしの民話2つお届けしたいと思います。はい、ご紹介なんですね。田んぼで農夫が働いてた時にそばに行った牛がね、はい、暑いからできれば泥水じゃなくてきれいな水飲ませてくれないか、はは水くれたら嫌な火事が流行った時に自分を殺して、はい、肉と血を村の端に下げるといいよと言ったんですね。これ牛が言ったんですね。そしたら嫌な火事は入ってこないよと言ったわけなんですね、はい、牛がね、はい、そしたらその通りにしてあげたらいいしました、はい、それ以来嫌な火事が流行ると、はい、牛の血と肉をぶら下げるようになったのが、うん、風致芸師の下草らしの始まりっていうお話なんですね、はい、もう一つあるわけさん、はい、これ面白いよ、うん、昔沖縄にね鬼が住んでいてね人や牛や馬、うんうん、これを食い尽くしてしまったそうです、はあ、これがなんとか村に入ってこないように防ごうということで知恵を出しましてね、はい、牛とか豚を潰してね、うん、ヤギだね豚じゃないね牛とかヤギだね牛とかヤギですね、血を潰してね、はい、血をつけて骨を入り口に置いておいたわけ、はい、村の入り口に、はあ、そうするとこの食いしん坊の鬼がやってきてね、はい、なんだもう食べこっちはもう食べたじゃないかということで引き返していったとそれ以来これをするようになったというお話が残っております。いいですね。以上島草らしの今でございました。はい、今度はねちょっとあの苦戦してるんですけども3月の14日にね前回1月26日やったんですが、はい、もう一回首里城のね首里城の方ですね再発見しましょうということで、はい、ツアーを組んであります、はい、今度は3月の14日土曜日になりますけどもね、はい、9時15分に水務医館の赤いポスト前集合となっておりまして、はい、要するにもう首里城のねあの焼けたところではなくて、はい、あの昔からあるね無料区域、無料区域そこにある門とかねそれから御滝とか、うんはい、そういったものをじっくりと見てね細かく解説するこの解説がないとわからないことたくさんありますよ、うんそういうことでね、皆さん、はい、そうしかもこの中にはねキーワードがあってね、うんはい、世界に一つだけっていうね、そうでしたね琉球オンリーワンっていうのがたくさん出てきました、ね、たくさん出てきました。それからユニークな物語もあったりしますので、はい、ぜひ興味のある方はご参加ください。これ参加料金は2500円になっておりますが、はい、一部は首里城に寄付ということになっております。まだまだ寄付が必要です。ゆとさるごとおにぎりさびら、はい、それでは次のコーナーです。1に運動、2にメモリン、私が私であるためにメモリン。1に運動、2にメモリン、あなたがあなたであるためにメモリン。ワン、ツー、スマイル OPS 沖縄ツーリスト。さて国吉さん、先週はね、はい、この、まあ、コロナウイルスにもね対抗できる免疫効果を高めるというメモリンがね、はい、お話していただいたんですが、ありました。今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。はい、それでは自分らしい健康応援メモリンがお届けする健康ワンポイントのコーナーです。本日はエビデンスって何というお話です。テレビでたまに聞こえてくるエビデンスという言葉、もともとは証拠、根拠、証言などを意味する英語から来ています。ビジネスなどでも出てきますが、いや、医療や健康食品の業界では科学的根拠という意味で使われています。この科学的根拠、実は様々なレベルが存在するんですね。人間できちんと試した結果であったり、
動物さんに試していたり、試験管で細胞に使った結果などなど、いろいろな方法で有効性が確認されていっています。街中で売ってるこのサプリメント、試験管では効果あったようだけれど、食べたり飲んだりしても効果があるの？とかですね、10人やったら効果あったそうだけど100人だったら同じように効果があるの？とかなどですね、いろいろなグレードがあります。街中の商品がどんなエビデンスを言ってるかを調べてみるのも良いかもしれませんね。メモリンに関しては臨床試験をお人の様にして9割の方がいい結果を得られましたので、自信を持ってお勧めしております。以上、メモリンがお届けする本日の健康情報でした。はい、ありがとうございま す。横文字の辞書しか、はい、エビデンスね、エビデンス漢字で書いたら分かりやすいですけど ね、科学的とかね、はい、さっきの放置下手は科学的じゃな ないんですけど精神文化の話、今度は科学的根拠と、はい、まあ、もう困っておりましたでしょうかね。信じることも非常に大事ですので、はい、皆さんね、それでね、明日月曜日からね、新報タイムス広告になりますけれども、はい、サプリメントの広告が載るんです ね、 そうでしたね。その中にメモリンも載ってます。載ってます。でその中に実はキーワードが書かれておりますので、はい、すそのキーワードの下の方にある電話番号、はい、電話をいただいて、はい、キーワードを言っていただければ、はい、メモリンの試供品プレゼントいたしますのでね、はい、ぜひ、まあ、いろいろとお聞きすることもできると思いますのでね、ぜひお電話くださいね。はい、マッチョイビンドッサイ、お待ちしております。はい、ゆむやまのゆんたくするうちね、時間のちょい日という間ですね。あ、先週そういえばね、はい、サンバの日ということでね、告知をいただいたんだけども、はい、残念なことにね、まあ、中心なお元気なのかわからないけども、はい、今回は見送りますということで連絡がありました。致し方なく、ね、しょうがないですね。はい、健康第一です。それでね、ちょい日ツアーなんですけれども、はい、まずは3月4日に首里城、はい、それから27日に変山のサンゴチャートあるんですけども、続々やってるんですよ、はい、次はね、4月の18日になるんですけどもね、はい、今度は離島行きますよ。18、19とね、久米島に行きます。久米島いいです ね。久米島の牡蠣とグスク物語ということで、こちらも募集入ってますのでね、はい、興味のある方はぜひ、はい、お申し込みくださいね、はい、結構ね、パパって集まったりしたんですけどもね、あいえない意見方さということにならないように早めに、はい、ぜひよろしくお願いしますね。はい、マッチョイビンドッサイ、マッチョイビンドッサイ、ね、はい、久米さんもね、ぜひ、はい、よければ本当ですね、参加できるように調整できるか、はい、確認したいですね、ね、これは、と、はい、いうことで、うん、メモリーの方もね、はい、新聞見てキーワードよろしくお願いいたしますよ、はい、今でもずっとお待ちしておりますので、はい、明日以降ね、明日の月曜日探す楽しみとお電話してキーワードを楽しみがありますので、はい、はい、ではお待ちしておりますよ。お待ちしております。はい、番組のご案内や赤川長瓶と、はい、メモリーの国吉 IB タウン、また来週までゴブリーサビラー。